Hello, friends, and welcome. My name's Popeye, and here playing some more Tales of Symphonia. But before we get started, I have a small announcement about this game. So recording this game has kind of been more of a passion project for me. I've come to the realization that recording it with doing a lot of, I guess, voiceover for it has just ended up being too much for me. My plan is to continue recording it, but other than doing like an intro at the start, probably there won't be much talking from me. So that being said, last time on this we were chasing after Rodyle. We made a pact with names are escaping me. I should have looked this up beforehand. Ewan and Botta, who are what they call renegades, and Rodyle has kind of gone rogue and is making this powerful weapon called a monocannon, and anyways, we're here to try and stop it in his remote island ranch, and I think we're just outside the boss room. So that's where we'll start today. As I said, you probably won't be hearing much of me other than these intros, but my plan is to keep recording these, because I do want to get to the end of this. It's been something I've wanted to do for a while. So with that, enjoy! Thank you.
雑な構造だな。今までのどの牧場よりも複雑だわ。ロディルはよっぽど用心深いのね。ああ、仲間の五星人もイグドラシルすら信用してないみたいだったからな。長居をしていてはどんな手を打たれるかわからないわ。急ぎましょう。ああ。巫女崩れとその仲間めがごバージとアタリで私を騙したんですね。プレセアか、お前がその小さい体でクルシスの奇跡を作り出してくれていればもっと大事にしてあげたのですがね。消えなさい。まあそう生きり立たずに投影機を見なさい。これからちょっとした水中ショーを見せよう。海水を止めるんだ。無駄だ。お前たちがここに乗り込んできたわけは分かっていますよ。大方我が魔導法を無力化しようというのでしょう。残念でしたね。魔導法へ続く通路は海水で満たしてあげましたよ。そんなことのために牧場の人たちを見殺しにしたの？許せない。劣悪種の命など知るか。魔導法はクルシスの奇跡があれば完成する。あのトールハンマーさえあれば
ユグドラシルもクルシスも恐るるに足らんわい。目障りな救いの塔も魔導法で崩れ落ちるだろう。救いの塔を破壊して一体何になるんだ。お前たちのような下等生物には関係のない話だ。私はようやくクルシスの奇跡を手に入れたのだからな。どれ、まずはわしが装備して奇跡の力を試してやるわよ。覚悟してください。受けてみな。殺したいぞ。空破傷スプレッド瞬人剣エスケープ。
ファーストエイド。時間は戻ってこない。いけない、爆破するなってボータさんが言って。くそ、止めるんだ。無理です。私たちの中でこの機械を扱えるのはリフィルさんぐらいしか。俺様たちはテセアラ生まれでも魔科学の仕組みなんざほとんど勉強しねえからな。先生、分かっています。でも一人では追いつかないわ。我々が引き受けようぞ。お前たちはそこの地上ゲートから外に出て脱出するのだ。ボータ、無事だったのか。そんなことは後でいい。早く外に出ろ。お前たちがいては足手まといだ。分かった。変だ。あそこのドアを開けてやらないと。ダメだ、開かないよ。どけ。ボータたちだわ。水が来ることを知っていてわざと鍵をかけたのよ。どうしてですか。扉が開けばここにも水が押し寄せてくる。ここは見れば分かる通り天がドーム状に覆われているわ。私たちを助けるため。そんなのダメ、なんとかできないの。くそ、見ているだけなのか。自爆装置は停止させた。ボータ、あの扉を開けろ。俺たちで上のドームを破壊すれば。我々の役目は大いなる実りへマナを注ぐために各地の牧場の魔道路を改造すること。それもこの管制室での作業をもって終了する。お前たちには我らが成功したことをユアン様に伝えてもらわねばならない。そんなことは自分で伝えろ。いいから扉を開けられ。真の意味で世界再生の成功を祈っている。ユアン様のためにも、マーテル様を永遠の眠りにつかせてあげてくれ。ダメ。なんてこった。皆さん後ろ。運搬用の飛竜でしょう。自爆システムの解除で檻が開いてしまったんだわ。いかん、やつら食うぞ。くそ、一気に行くぞ。Let's go!
じゃキリがないよ。くそ、なんてタフなんだ。これじゃボータさんのメッセージ伝えられないよ。ミトス、どうしてミトスがここに？レアバードで脱出してください。詮索は後にしましょう。ああ、そうだな。ミトス、やっぱりミトス。でも、前にどうしてレアバードを？ごめんなさい、僕、やっぱり心配でみんなの後をつけてたんだよ。それでレネゲードって人たちにお願いしてレアバードを貸してもらったんだ。でも、あのものすごい攻撃は？あれは僕にもわからないよ。僕は笛が聞こえたからどうにかして中に入ろうと思って必死でドームにファイアーボールをぶつけただけなんだ。そしたら突然金色に輝く鳥がやってきて。金色に輝く鳥？まさかアスカ？まさか、精霊がどうして？どういうことなんでしょうか？まさかと思うけど、ジーニアスが吹いた笛の音がアスカを呼んだとか。ミトスの笛が？どうかしら。その笛自体を調べてみないと。それよりみんな、休んだ方がよくない？パルマコスタに戻ろうよ。僕、ニールさんに黙って出てきてしまったから。そうだな。詮索しててもわからないし、とりあえず行くか。ああ。ミトス、ありがとう。君が来てくれて本当に助かったよ。ミトスってすごいんだね。うん。そんなこと。僕、ミトスと友達になれてよかった。牧場でエクスフィアが作られているんですね。うん、あそこに閉じ込められた人たちの命でできてるんだ。私のエクスフィアもこの世界の誰かの命でできているんですね。多分。私やっぱりおかしいのかもしれない。何が？私はそれがかわいそうだと思っていないみたいです。え？じゃあプレセアは人がエクスフィアにされてもいいっていうの？私、おかしいんです、きっと。ロイド、そんな顔しないで。ダメだよ。俺、また目の前で人が死んでいくのを見ているしかできなかった。うん。あれだけもう誰も犠牲にしたくないって思ったのに。結局俺は誰かの命を犠牲にして生きながらえてるんだ。うん。
うしたらいいんだろう。またわからなくなりそうだよ。ロイドは、ロイドが最善だと思うことをやるしかないと思う。俺が最善だと思うこと。ボータさんは彼の信じるより良い方法を選んだんだと思う。だから私たちもより良い方法を探そう。たとえそれが苦しくても私も手伝うから。より良い方法か。それしかないんだろうな。ミトス、ありがとう。僕、もうダメかもしれないって思いながら笛を吹いたんだ。でも、君は来てくれた。そんな、僕大したことはしていないよ。でも、ミトスはエクスフィアもつけてないんだよ。それなのに、命の危険を押してまで来てくれた。すごく嬉しいんだ。ジーニアス。僕ね、ミトスに助けが必要な時は必ず助けに行くよ。ありがとう。きっとだよ。うん、約束する。ジーニアスは僕を裏切らないでね。元気ないね、フレゼア。いえ、私はいつも通りです。そうかな。だってプレセア、僕もプレセアと同じだよ。え？僕も一人ぼっちだよ。きっとそんな人はこの世界にたくさんいると思う。はい。違うよ、二人とも。二人には僕たちがいるでしょ。僕はミトスもプレゼアも好きだし、二人が寂しかったらそばにいてあげたいよ。それじゃダメなの？ジーニアス。ううん、そんなことないよ。そうだよね、僕にはジーニアスたちがいるんだよね。でも私は、いいえ、そうですね、仲間でしたね。ありがとうジーニアス。
私は今エクスフィアそのものよ。もうすぐ意識もなくなってしまう。私の体はエクスフィアに奪われたまま死んでしまって、私の意識はエクスフィアに閉じ込められてしまったの。浮かない顔だな、二人とも。ロディルを倒しても何も戻ってはきません。アリシアもボータさんも、たくさんの人の命も、私の時間も。時は流れるだけだ。何があってもただ過去から未来に流れていくだけ。ただ流されるのか、自らの意志で歩くのか、それが重要なのだろう。私は自分の意志で、自分の足で未来に向かって歩きたいです。これまでの私の時間はただ無意に流れていただけだから。私もただ流される生き方を改めねばならぬ。死してなお私を救おうとしてくれたアリシアのためにも。そうさ、過去は変えられないけど未来は変えられる。俺も二人に協力するよ。すまない。ありがとうございます。すっげー、リーガルって会長だったんだな。レザレノの会長ならやっぱり俺様と面識があるんじゃねえか。とぼけやがって。私は犯罪者だ。レザレノに迷惑をかけたくなかった。すまないな。しかし会長か、お偉いさんなんだね。ところでさ、会長って何なんだ。何言ってんだよ、会長は会長さ、偉いんだよ。だからどんなことしてるんだよ。え、それは。なあ何やってるんだ。私、用事を思い出した。俺様、あ、コレットちゃんに用があるんで。なんだよ、教えてくれてもいいだろう。意外と私の仕事も知られていないのだな。大したことなくてね。
契約の資格を持つ者よ。我、ミトスと契約する者。我はシーナ。イフリートとの契約を望む者。ミトスとの契約を破棄し、我と契約することを望む。我と契約できるだけの資質があるのか。我が炎に焼き尽くせぬものはない。スキルがいい。リアクション。行くわよ。ナース。これだ。植え付けるがいい。
死の口を取り戻す。危ないな、もう。死の口を取り戻す。死ぬかと思ったよ。その力、驚嘆に値する。そなたの誓いを我に示せ。二つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るために、その力を貸してくれ。我の焚ける炎をそなたに貸し与えよう。セルシウス、久しいな。なぜお前がここに。互いに相入れぬとはいえ、我をそうも避けるか。仕方がなかろう。私たちは互いを害する存在だ。では我らのマナが分断されたことは喜ぶべきことか。分からんな。世界を揺るがせる事態であることは確かだ。ふん。そのあとはこの契約者たちに任せるしかない。そうだな。我ら相反する存在はお前たちに全てを託す。計画通り。でもよ、二つの世界が切り離されたら俺様たちもう会えないんじゃねえの。なんで。レアバードで行き来すればいいじゃん。今はマナの流れによってつながっているからレアバードで移動できるけれど、世界が切り離されても同じとは限らないわね。するとマナを切り離した瞬間、二つの世界は永遠の別れを迎えることになるやもしれんのだな。最後の精霊と契約するときがみんなとのお別れってことなの？しんみりするなよ。まだそうとは決まってないだろ。まあな。Thank you.
はどの精霊と契約するんだい？あなた、ずいぶん積極的になったのね。以前とは大違いだわ。コリンのおかげだよ。コリンが私に勇気をくれたんだ。そうね。あの子は私たちにとっても大切な仲間で、頼りがいのある友で。リフィル、興味深い研究対象だったわ。あんたってやつは。Alright friends, I think that's where we'll call it for today. We got through two boss battles, and next time we'll take on the Sylph and then do the Temple of Darkness. Until next time, take care, stay safe. I will see you all again then. Bye.